毎日18時30分公開、東京ときめきチャンネル。東京ときめきチャンネル MC 松澤です。今回渋谷でたくさんカップルを撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。18歳のフリーターです。19歳のフリーターです。6ヶ月目です。どうですか5ヶ月目フェス、趣味どういったライブの何フェス、で、お客さんとして来たそう、それで偶然で、ツイッターとかで絡んでもう仲良くなって、みたいな。あれ？え？両方だよなんだこの人って感じでしょ。俺はうん彼氏さんは彼女さんをちょっとなんかあんまりいい感じでうぜえなって何みたいな、いきなりなんだこいつって。いや違う、後ろにいたの。後ろにいて他の知り合いと一緒にいて、で声かけられて、えみたいな。えどっちだろう。でも声かけられて、で後ろにいっぱい人がいたからびっくりして、でその中にいたんだよね。でツイッターで絡んで LINE 教えてもらって、で俺の地元来て遊んで、その日にこいつから告白する。彼女さんに告白した。だって告白しなかったんですよ。あれ絶対これ告白されるだろうなと思ってされなかったから、じゃあ私から好きです付き合ってくださいって言いました。全部なんか3歳児みたいじゃないですか。3歳児かわいい強いて言うの続きはウェブで続きはウェブで何が好き。全部が好き。はい、何してほしいとこ。声が低くなるとこ。そう、怒ると声低くなるんですよ。口数もね、減るよね。あ、でもトイレの電気消し忘れが多いから直してほしいな。だそうですこいつが夢見て浮気された夢見たんですよ。起きて、ね、あのさ、みたいなで、なんか現実に引っ張ってきたらなんか怒ったよねなんか、だって夢なのに知らねえよ、みたいな俺悪くねえじゃんって。実際浮気されてたらどうします。殺す彼女さんがもし浮気したら殺す一番最初にさ、告白されて俺が OK した後にいきなりチューしてきて、その時にこいつにやけてたっぽくて歯がガンって当たってちょっと嬉しかった嬉しかったされてますか。してないんじゃん。彼女さんから襲うんすか。襲う時に流れ的言うと仕事が長いんで疲れてるんだもん。仕事の日はあんましない。人前にいてもずっとこんなんだし、二人でいても落ち着いて。うん、3歳児。3歳児。人前でも二人でも3歳児。夜でも3歳児。3歳うん、うんうん、あれマスク外しちゃったりとか。いやまあちょっと事務所が NG なんで。事務所が NG 嘘つけ。さっき許可取ってたんでじゃあもう一回。ありがとうございます。ありがとうございます。東京ときめきチャンネル、また見てね最近東京ときめきチャンネル公式サイトを作りました。概要欄にあるのでそこをクリックしてみてください。まだ公開していない動画がそちらで、いち早くご覧になれます。それでは松田君、動画の下のチャンネル登録ボタンから登録お願いいたします。